ホテルビレッジクサツワンセン。こんにちは、カツサンダカネです。よろしくお願いします。今回は草津温泉に旅行に行った際に利用した草津温泉ホテルビレッジをご紹介いたします。草津の温泉地を観光する際に非常に便利なホテルになっています。朝食バイキングです。もちろん夕食も豪華なんだから。草津温泉ホテルビレッジ、宿泊をご検討の際参考にしてみてください。それではホテルを説明していただきます。で、本日は大変お待たせいたしました。道中お疲れ様でございました。ご案内をさせていただきます。本日お客様にお泊まりいただくお部屋ですね、2種類ございまして、まず緑色のタグがついているお部屋、タワー館と呼ばれる建物になります。で、茶色とオレンジ色の、タグがついているお部屋のお客様、こちらがシャトー館と呼ばれる建物になります。続きまして大浴場の行き方でございます。大浴場がですね、一度フロントロビーにお戻りいただいて、ここにお戻りいただけましたら、こちら側の通路を進んでいただいて、右手下り階段がございます。下り階段を少し降りていただきますと踊り場がございますので、ぐるっと曲がって降りていただきますと大浴場がございます。大浴場に備え付けのタオルございません。お部屋からタオルお持ちになってご利用をお願いしております。続きましてお食事の会場のご案内でございます本日ご夕食ご朝食ともに地下1階のパティオと呼ばれる会場でお食事お楽しみいただきます。行き方がですね、大浴場の、行き方と途中まで一緒になりまして、こちら側の通路進んでいただいて、右手の下り階段を曲がらずにまっすぐ降りていただきますと地下1階パティオ会場がございますので、お食事は先ほどお配りしました食事券をお持ちになって、お食事入場時間も記載させていただいております。こちらの時間で入場をお願いいたします。続きまして、売店の営業時間でございます。本日8時半まで、明日の朝9時からの営業となります。売店でお土産を買われる方、また、宅急便を送られる方に関しましては売店の方で受け付けておりますので、営業時間内にお願いいたします。最後に、定期便が当館1時間に2本10分と40分で、正面玄関右手側から出発させていただいております。湯畑方面に行くバスですね、定期便となっておりまして、詳しい時刻表は お客様にお配りしましたパンフレットの裏側に、詳しい情報載っておりますので、お時間ある際にお目通しをお願いいたします。ご案内は以上となります。その他ご不明点ございましたらフロント内線3番でお電話つながりますので、お電話お願いいたします。大変お待たせいたしました。ご案内以上でございます。ごゆっくりお過ごしくださいませ。それでは私たちが宿泊するシャトー館の方に向かっていきたいと思います。こちらの通路を進んでいきます。左右に掲げられている絵画は販売されていました。雪が積もってきています。今夜も小降りの雪が降るそうですよ。2階に到着しました。お部屋はこっちですね。あれれ、お部屋に到着です。どんな部屋なんだろう、楽しみです。シャトー館は全室ジャグジーのお風呂を完備したゆったりとしたお部屋になっています。お、左側に和室が見えています。空気清浄機なんかもあるんですね。広々とした和室、2人で泊まるにはもったいないぐらいの広さです。こちらの景色は、標高1200メートルの自然と温泉があなたの五感を回復し、心と体に安らぎを与えてくれます。こちらがベッドルームになります。これこれ、フリー Wi-Fi が完備されています。こちらはトイレです。こちらがお部屋備え付けのお風呂になります。でも
大浴場があるんですけどね。温泉大浴場までの距離は約100メートルから150メートルとなっています。こちらベランダになります。静かな雰囲気です。備え付けられていたお菓子です。ケトルもあります。冷蔵庫です。草津温泉ホテルビレッジでは様々なアミューズメント施設が備わっています。こんなにたくさんあるんですよ。これこれ、ボーリング場、珍しいでしょう。しっかりとした4レーンのボーリング場がありました。料金はご覧の通りです。夕食をいただきます。ビュッフェスタイルになっています。郷土料理から美味しい料理をチョイスしていただきます。豚しゃぶなんかもありました。地元食材を取り入れたオリジナルメニューを多彩な味わいでご用意しております。旬の食材の魅力を存分に引き出した季節感あふれるお料理の数々をご堪能ください。こちらは朝食です。オムレツを作ってもらう間に魚が焼けるんです。ちょっとしたサービスがいいですね。今日も朝からたくさんの食事をいただきます。朝食は自分で焼く魚や群馬名物煮込み料理のお切り込み、近隣の豆腐屋さんが毎朝作る出来たての豆乳や健康にいいビネガードリンクがおすすめです。あなたはご飯派？パン派？私はご飯です。夫婦で会話を楽しみながらお食事をいただいています。ここは旬の食材と美味しさを楽しみながらファミリー旅行、カップルや女子旅で会話とともに大切な記念日など様々なスタイルに合わせて素敵な時を過ごすことができます。昨夜降った雪がこんなに積もっています。売店になります。広々とした売店には品数豊富にお土産が揃っています。上州のお土産といったら何でしょう。水沢うどん、こんにゃく、定番のおまんじゅうから温泉の素まで何でも揃っちゃうんだから。お部屋からの風景です。勝さんだがねで一緒に旅気分、次はどこ行こうかな。そんな時こそ勝さんだがねをまた見てね。